ゲイリーナ・サニエル・マシューズ・シニアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロサンゼルス軍産フェルナンド出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウトウミギウチ。愛称はサージ。息子のゲイリー・マシューズ・ジュニアも、テキサス・レンジャーズなどに所属した元メジャーリーガーである。1968年の MLB ドラフト一巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名され、プロ入り。 1972年にメジャーデビュー。1973年は打率。313塁打で新人王を受賞した。アトランタブレーブスへ移籍後の1979年にはすべて自己最高となる打率。304、27本塁打、90打点の活躍でオールスターに選出された。フィラデルフィア・フィリーズへ移籍後の1983年には、 NLCS では3試合連続本塁打8打点を挙げシリーズ MVP に選ばれる。翌1984年はシカゴカブスへ移りいずれもリーグ1位の103支球出塁率410を記録した。積極的なプレイが持ち味で性格も真面目だった。シアトルマリナーズでプレイの1987年に現役を引退した。引退後は トロントブルージェイズ、ミルウォーキーブルワーズ、カブスの3球団でコーチ、また、ブルージェイズとフィリーズの球団専属解説者を務めた。ありがとうございます。